MBA 帝都銀行協会が発表した1月12日までの1週間の住宅ローン金利は30年固定で 6.75% と前の週から低下しました。金利の低下を受けて同じ期間の住宅ローン申請指数は前の週から 10.4% 上昇しています。また NAHB 全米住宅建設業協会が発表した1月の住宅市場指数は44と前の月から7ポイント上昇し市場予想を上回りました。